どうもサンフランシスコ太郎です。よろしくお願いします。本日は、路上ミュージシャンのフラさんに、お話を伺えるということなので、お話伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。フラさんにお話伺うのがもう本当に素敵な人だなと思ってこれからの時代の考え方とかもすごい参考になったので、皆さんにねお伝えできたらということで、今の時代一人のパーソナリティがあるべきこととか成し遂げることの中に、インターネットとかコンピューター媒体が入ってくるんで、ある程度本人はそんなに熱中したり夢中になったりしなくても、自分が選別したり自分のテイストだったりっていうのを加味できるようなセンスがあれば、あとのほとんどの部分はコンピューターとかそれでできちゃうっていう時代なんで、だからこそ大勢の人が熱中したり集中したりっていうことを必要じゃなくなりだしてるんで、そこの部分っていうのがなんかすごく今なんじゃないかと思うし、そういうのがメインストリームになっていくからこそ社会の仕組みなんかも変わりだしてるんだけど、私がやってる音楽は生の楽器を生の人間がアンプファイアも使わずに生の音でサウンドを提供して、サウンドで物語なり自分なりをフェーリングして、はい、まあ、現役詩人ですよね。フェーリングしていく中で人がこう反応して投げ銭してくれて生きていくっていうことを30何年間やってるけど、私の場合はそれがアナログって言われたら困るけども、生の人間が生の楽器を生の音で勝負するって生き方をずっとやってきたんで、私がずっとやってきたことっていうのはその分では何も変わらないし、社会がどんなに変わっていっても自分がやってきたこと、これからやること、それはもしかしたら周りの人が見たらば、あの人は熱中してる、集中してる、自分のホビーをやり尽くそうとしてる人になるのかもしれないけども、でも私は長いことやってるんだけども、自分の運命だと思う。この形でやっていく、まあ、こういう経緯があって、まあ、この形でやっていくってなって、今実際やられてて、ここの環境にも認められて、でそうなった時に最後に聞きたいのが、今こうやって活動してて、間違いなく私の目から見たらフラさんってもう人生に夢中に真摯に向き合って生きてると思うんですけど、まあ、そういった生き方確実にこれから先必要になると思うんですけど、まあ、そういった生き方のなんかおすすめポイントみたいな、なんか多分これ若い人とかもしかしたら見てくれるかなって思うんですけど、なんかあれば最後言葉いただきたいなっていうのがあったんですけど、なんだろう、はい、本命ってあると思うんですよ。運ばれていく命って、運ばれていく命に逆らうとこれ耐えてしまうんですよ。運ばれてるんだから何が運んでるっていうのは確認しなきゃいけないわけですよ。そういうのがこう明確になった時に、どんなことだろうがやるべきことっていうのは確実に分かってるし、いいことやってる人っていうのは絶対熱中してるし、自分の運命ってみんなそれぞれ持ってると思うの。でもそれが絶対良くないことだったらば終わっちゃうんです、例えば時期が合わなかったり、それもやっぱり運命なんですよ。皆さんが本当自分の運命っていうか、もう嘘じゃなくて人を気にするんじゃなくて、自分の心に正しい運命を見つけてくれたら本当素敵な人生が待ってると思いますので、みんな旅してる、みんな旅してんだから、自分の旅をよく理解していい旅してください。いい旅しましょう。すいえーい、すいません、本当貴重なお話聞かせていただいてありがとうございます。この後クレイジーチェインチャンネルっていう番組で、もうフラさんにミュージシャンになった経緯とかお聞きしていきたいなと思いますので、続きはそちらのチャンネルでお楽しみいただければなというふうに思います。ご視聴いただきありがとうございました。興味のある方はチャンネル登録お願いします。それではまた会いましょう。